さあ、行きますか。パート13だな。収録して いきましょう。ちょっと回復させるか。ちょっとね、敵が強いんだよね、やっぱ基本的に。せわし、回復させよう。よいしょ。力も回復させるか。よし。じゃあ行くか。せせらぎの丘。奥にはあの伝説ポケモン。海の化身と伝えられる。海洋画がいるんですよ。なんだアローラ地方やば。本当に？ちょっと疑おう。嘘でしょ。釣られませんね。それいねえだろ。方園地方じゃないもん、ここは。もうすぐ浜辺ですね。海辺ですね。海から聞こえる水しぶき。一体何事でしょうか。そうでした。雨が降っていると水タイプの威力のが 1.5 倍になります。水しぶきは雨で技が強まったポケモンの仕業かも。すごい、なんか技に理由をつけていく感じ。いいね。そういうポケモン好きだよ、俺。あ！てか何気に俺誘い込まれてない？試練の会場に。気づいたら試練会場に誘い込まれてた。スイレンちゃんめっちゃ可愛くないか？一番タイプなんだけど。一番タイプだわ。アローラの人たち。セロさん、私に釣られてここまで来ましたね。俺もそんな気がしてた。俺も、ほいほい誘い込まれたと、ちょっと、少し自覚してる。正直釣られたんじゃないかなって。釣りだけに。まったくよ。やってやろうじゃないか。そう、キャプテンゲートを越えたということは、試練に挑むということ。私、水蓮の試練は、海のドンと呼ばれる、主ポケモンを倒すことです。あの水しぶき。あそこに主がいるでしょう。もしかしたら先ほどの弱しやその仲間がリベンジに来るかもしれませんが、それも含めて主に打ち勝ち、あなたの力を見せてください。もちろん捕獲を試練をこなすまでポケモンは捕まえられません。では水霊の試練始め。かわいい。でも釣られてもいい、釣られてもいい、この子になら。じゃあ行くか。さて、ちょっと待ってね。あ、アイテム落ちる。シュレンちゃん可愛すぎ、笑った。いっか、波乗りじゃなくてポケモンライドしますかっていうの。イワシが攻め込んでくるかも。雷が鳴り出した。ラプラスが怯えているようだ。あー、なるほどね。なるほどなるほど、そういうことか。海洋画だこいつが。やばよれー。ポケモンじゃなくなってきたな、そろそろな。徐々にポケモンじゃない片鱗を見せ始めた。主の弱しが勝負を仕掛けてきた。何の能力上げてくるの。防御ね、はい、弱し。これが弱し軍隊フォルムというやつか。これ欲しいんだよな俺。俺これ欲しいんだけど、どうやったら弱し軍隊フォルムに手に入るんだろう。ちょ、成長積もうかな。あーでも、まあ攻撃するか普通に。あの敵が仲間呼んでさ、複数になると葉っぱカッターの威力を、ちょ、強っ、硬すぎるわ。防御上がってるもんな。まあ全体攻撃で攻撃するよ、呼ばれたら。葉っぱカッター、弱し、こいつはちょっとまとめて倒したいね。はい、レベル高えな。重っ。あ、本当にね、俺の 3DS がね、もう処理落ちするんだよね、マジで。重すぎて。うわ、全然効かねえ。わあ、めんどくせえなー。ちょっとこれはめんどくせえ。水鉄砲どんくらい耐えるか。いやー、雨で、ちょっと雨で弱しはやばい。うん、全然効かないし、水タイプにされたし、これ入れ替えなきゃダメかな。かといって耐えれるやつ誰もいないんだな。やばい、ニコル。じゃあちょっときついし、防御上げられてんの痛えな。なんかいい道具ねえかな。ディフェンダープラスパワー、クリティカット、うーん、プラスパワーダメだな。いやダメだ、ちょっとでもここで死ぬわけにはいかないんだな。かといって誰かを犠牲にするか、できるかって言われたら、まあワンバンコくらいかな。でも一回力やられてもらって、元気のかけらの方がまだ分かった。普通に言うと素早さ勝ってるし、あ、勝ってねえし、
これきついな、このバトルきつい。よし、うん、倒せない。水鉄砲耐えねえもんな、水。よし、仕方ない。きついなこれ。ニコルでちょっと本体狙おう、うん、本体っていうかボス狙った方がいい。あのよ、弱しを倒したいけど、ちょっと倒してる暇はない。あ、光の壁張ろう、うん、間に合うかな、間に合わなそう。一撃で殺されたら意味ないけど、ちょ、重っ、めっちゃ重いんだけど。手助けで威力上げんのね、そうやって。よし、間に合った、オッケー。これ光の壁張れたのでかい。どんくらい食らうかな。ちょ、強すぎるよ。なんだその火力。おかしい、おかしい。手助けあるとはいえおかしいよ。光の壁張ったんだぜ、これ。ちょ、勝てねえだろ、これ。ニャンボ行くか。もう効果抜群だから絶対無理でしょ、これ。殺さなきゃ。Z パワーで、ウルトラダッシュアタックを弱しにぶっ込もう。うわ、あー、でもザコリコも消したいけど、うん、ちょ、こっちぶっ殺した方がいい。これ手助けやばいわ、手助けやばいわ。ちょっと待って、あのちっちゃいやつ倒さなきゃ。やべえ、このままだと負ける。なんかすげえ海パン姿になってるし、いつの間にか。ウルトラスーパーダッシュアタック、これがどのくらい入るかだな。もうとりあえずちょっと、ワンバンクを生贄にして元気のかけらで、いやー、突撃発射、レベル差でぶっ殺せ。重んか。ちょっと待ってくれ、もう何でもありじゃんそういうの。水浸し、あ、いや、むしろありがたいんじゃない、この水タイプは、うん、このタイプは、これの水はむしろありがたいよな。あ、でも今一つなるのか、これ分かんないけど。ちょっと雨で炎の木は威力下がってるしな、まだ噛みつくの方がいいか。弱し殺さないとダメだな、まずは、うん、手助けはほんときつい。このターンで殺せろ。よし、ね、よし、まず一匹。こっち殺して。ちょ、強いな。弱しめっちゃ強いな。全然弱くない。強し。ほんと、草薙強しなんだけど、マジで。あれ、鳴き声なんか使っちゃっていいの？噛みつくてはめるぞ、そんなことしたら。もうやめてくれ、ほんとに。来んな、来んな、来んな。ママンボウとかもほんときつい。ママンボウとかほんときついわ。もう壁張られたら負け、俺の。てか逆にさ、相手なんか攻撃してこないからさ、この間に生き返らせるべ。どれだ、元気のかけら。ちょっと待って、弱しめっちゃ強えなこれ。生き返る草で、いまだかつてない難易度だわこれ。味方呼ばれんの、うわー、うわー、それはまずい。てか、もう無理だもん、そんな。あー、そんな無理だわ。ちょっとやっていいことと悪いことがあるよ。うん、どうすんのこれ。ちょっとゾロバンクいるから、これやばいわマジで。ほんとクリティカッター使いたいなこれ。はい、耐えないと思うんだ。お前も手助け、ちょ待って、手助けと癒しの波動持ちってもう突破できないってそれ。大丈夫、水浸しで水になってるから耐えるでしょ、余裕、全然耐える。でも壁ありでこれだもんな、うん、うわきついな。雨やまらせないとこれ勝てねえよ。でもこれママンボウ殺さないと。まだ弱しの方が良かった。もうこんな絶対殺せないから。ちょっと待ってくれ、これやべえって。あ、光の壁なくなったけど、あんま食らわない。これ、やべえって、急所当たんの待つしかねえな、うん。能力変化、無効にして攻撃できるから。急所当たんねえかな。シルマスター、でかい。水浸しがすげえ効いてる。もう一発耐えれるべ。ママンボが波乗りとか打ってこなければ、どうにかなる。弱しが強すぎるんだけど、マジで。小足なんだけど。弱しが小足に見える、俺には。マジ小足なんだけど。ひるめ、急所当たんねえな。うわ、普通にお前攻撃技持ってんのかな。全然食らうし、こうやって5回当たるんだな多分な。耐えろ耐えろ。19、
し、なんとか耐えた。これはでかいぜ。回復させよう。あー、ほんときつい、マジで。ほんときつい。なんだこの、バケモンどもは。ポケモンじゃねえ、バケモンだよ。力の根っこってなんだ、美味しい水。あ、桃ミルクあるじゃん。一個使うか。ちょ、もう急所待ちしかないな。あの、水になってるから、突っ込むわけにも。あ、そっか、手助け使ってるから威力2倍になってんのか、こいつ。ちょっと待って、その水鉄砲はいけない。そっか、だから食らうのか、こんなに。ちょっと、ママンボやべえよ、お前。いけ。急所当たれ。生き方一回積んでんだした。おーし、オッケー、一回急所当たった。いいね。耐えれる耐えれる、大丈夫、耐えれる、耐えれる、お前なら。むしろお前が攻撃してきてくれた方が弱しの水鉄砲の威力が下がるから。もう一発耐えるかな、この HP。 あー、まあ耐えるかな。ちょっとママンボ殺しに行きたい。これは結構ギリギリの戦い。ここでいや、あー、手助けか。27耐えないかもしれない。よし、落ちた。オッケー、これはでかい。これはでかいんだけど、ここ耐えるかどうか。せわしレベル、せわしのレベルが上がってもな。この水鉄砲耐えるか。よーし、なんだこの戦いはよ。こいつ強すぎるだろ。え、ちょっと、これ、あれだよ。ごめん、すごい傷つく。使うわ。使う。あの、50回復はちょっと足りねえ。さあ、もうこれで手助けなくなる。え、だって手助け込みで4倍と、3倍か4倍でしょ、こいつ水鉄砲。雨込み。火力おかしいよ。仲間呼ぶなよ、マジで。仲間呼ぶなよ、ほんとに。もう許さないからな。ちょっと、そんな癒しの波動なんかさ、撃たれたら勝てないし。はい。いい攻撃だ。フリーキカッター入ってるから急所には当たりやすいはず。もう一発。頼むぜ、マジで。弱し、マジ、あー、いいねー、いいね、いいね。魚群？何その、水物語みたいな。あ、あ、弱るとこいつゴミになるのか。魚群リーチ。バカめ、俺を苦しめた罪だ。このまま消え去れ。めちゃくちゃ強い。結局炎タイプでゴリ押しするって。ま、回復させてあげよう。お手入れしてあげよう、どうせなら。一点構成。なるほど、こいつ弱るとフォルム変わっちゃうんだ。いやー、雨の中でよく勝ったよ今。相手の水浸しがなかったら勝ててなかった。乾かしてあげよう。正直強すぎ。生きのいい海パンやろうやろうよりやばいこいつは。オッケー、行くか。ありがとな。これはやべえわ、全滅するとこだったもん。ああ、かわいい。スイレンちゃんほんとかわいい。お見事です。私の元に来てください。スイレンちゃんほんとにかわいい。私、自分の気持ちに戸惑っております。丹念に鍛え上げた弱したちを倒され心から悔しいのですが、セロさんの試練達成を祝わずにはいられないのです。なんかその野生の怖さを感じたわ。このうまく囲い込んでこう油断したところを食い殺すみたいな超チンアンコウのような作戦を使ってきたスイレちゃんにはちょっと気をつけなきゃいけないですね。素敵です、これ受け取ってください。出た、水はありがたいな。てか俺も弱し使おう。試練達成。俺も弱ししかいないんだけど。え、てか弱しってどうやったらあのフォルムになるの。よろしいのですか、水の全力ポーズはこうしてこうするのでございます。かわいい、本当に。本当にかわいい、マジで。さあ、そしてさらにさらにです、私が作った水蓮印の釣り竿をどうぞ。あー、助かる。てかもう釣り竿ってすごい釣り竿とかじゃないんだ。はい、岩陰を調べます。浮きが沈むとポケモンが暴れます。びっくりが出たタイミングで A ボタンを押してください。釣ったポケモンを捕まえるならダイブボールがおすすめですよ。
はい。今めっちゃくれるし。ちなみに私、赤いギャラドスを釣ったこともあるんですね。本当に？さて、どうでしょう。もしさ、これ赤いギャラドスってことだったら、渡るの関係者ってことになるような、睡蓮が。なんか、上都地方出身、実は、みたいな。まあ、ちょっと京都っぽい感じあるような、はんなりしてて、うん。お疲れになりましたよね。5番道路のポケモンセンターまでお送りしましょうか。いや、いいよ、釣ってくから、釣りしてく。うん、釣りをなさりたい気持ち、おう、バレた。俺の心が読まれた。睡蓮にはよくわかります。可愛すぎるだろう。ただ頭めっちゃ良さそう、この子。俺の感情読まれた。俺の感情読まれたぜ。いいなぁ。ディズゼット。弱足に持たせるか。はい。弱足、こいつ弱足どうやったら軍隊フォルムになるんだろう。釣り竿。フリースペース？どういうこと？え？フリースペースって何？なんか釣り竿失ったんだけど。ちょっと待って、釣り竿失っちまった。あれ？フリースペースって、あ、何これ。本当の場所。岩陰に向かって使うとポケモンが釣れる。なんだこれ？岩陰ってどこ？な、普通に水の上じゃ釣れないんだ、今回の釣り竿は。へぇ、なんか、難しいな。釣りの仕様がなんか難しくなってる、めっちゃ。てか死にすぎでしょ。北西戻りて。うん。じゃ、力で行くか。岩陰ってどこ？はい。わ、すげえ。岩陰？あ、釣れた。ここか。釣れないな。岩陰？あ、なるほど。こうやったらあった。A ボタンみたいなのが出るのか。なるほどね。あ、あるある。これ。なんか出てくるかな？弱足？いらん。いらーん。ホイキングだった。これ、この釣り竿は、どうなんだろう。ボロの釣り竿なのかな。うわ、逃げれねえし。だーる、お前と戦って暇ないんだよ。ちょっと！もう、コイキング無駄にスピード速いもん、お前だって。仕方ない、殺すか。殺す。あー、ギリギリ倒せない。跳ねとけ、お前は。炎は。力です。行くか。なんか釣れないのかな、これ。わー、すげえ。島になってるぜ、ここが。入り江なんだ、ここは。いいね。さ、判断するの早いな、お前。すげえ。入り江になってる。写真撮れないかな。てか、ポケファインダーがさ、一度も反応しないんだけど。一体どこで俺は写真が撮れるんだい？俺は一体どこで写真が撮れるんだい？なんか、ポケファインダーが一度も反応しねえ。あ、ご用こそいらっしゃいました。ゆっくりしていてください。今日はポケモンやります。よろしくお願いします。俺が写真を撮れる日は来るのだろうか。こういうなんか、せっかく自然を旅してんのにまだ写真撮れたのがチュートリアルの1回だけなんだ。すげえ写真撮りてんだけどなそんな撮らせてくんねえのか、これ。ジグレベは逃げれるよ、さすがに。よし。ゆっくりやってる。いや、ゆっくりやろうぜ。写真撮りてえな。あ、もしかしてここで話しかければ戻れんの？これ。あ！すげえ！ついてこないんなら勝手に来てくださいみたいな、そういうことじゃないんだ。夏季の試練、ベラ火山公園ですね。そうでした。お花牧場のウソッキーご覧になりました。悪さをしてたから水 Z を使って Z パワーでちょっと懲らしめてあげたのです。
あなたの水 Z にどんな反応するのか気になりますね。ちょ、ウソッキー捕まえたいんだけど。俺、ウソッキー捕まえたらパーティーに入れるぞ、普通に。あー、スイレンちゃんいなくなっちゃった。俺、スイレンちゃんとずっと冒険したい。可愛すぎる、マジで。まだポケモンスクール終わったところ、そういう日もある。大丈夫、そういう日もあるぜ。よろしく。いっか。ちょっと写真撮らせてほしいなぁ。どっか写真撮れねえのかなぁ。あ、ついでに、ここのトレーナー多分全員倒したんだけど。うん。ん？あれ？そっか、あそこの段差の上行かなきゃいけないのか、多分。ん？どういうこっちゃ？どういうこっちゃ？え、こっから行けないよな、多分段差って。ここ行って、ここに段差があるから行けねえんだよな。この段差登る方法、は向こうからだから、あれだよな、多分。フエンタウンみたいな感じだよな。感じ、ここら辺の段差は。向こう側の街からじゃないと来れないみたいな。行くか。いた。嘘嘘。やっぱウソキは可愛いよ。俺が一番好きなポケモンなだけある。襲いかかってこずロイヤルドームに向かっていった。水のジェットパワーを思い出した。僕はウソッキー走り出したね。取れるようになった。これをあげるよ。はい。あ、いいね。ウソッキーとはロイヤルドーム、バトルロイヤルができるんだぜ。そこに行ったら俺はウソッキー捕まえれるのかな。ウソッキー欲しいね。ウソッキーなんかいいポジションもらえていいね。はい、ミキズミズミ。じゃあ行くか。街がそこだから。あ、トレーナーいる。ちょ、できればさ、カリキリ育てたいんだけど、セワシ、ニコル、ニャンボ、ワンバンコ。ちょっとニコルは今度逃がす。ニコルはちょっと多分今度どっかで脱退するけど、うん、できればアローラポケモンでパーティー固めたいから。うん。あと、この卵がいつ割れてくれるかってとこだな。うん、アンソニー。ルビーか、さ、タイプ相性最悪だな。大丈夫、水 Z。 ちょっと水 Z の使いどころだな。で、多分次炎 Z 手に入るから、これでニャンボが必殺技を使えるようになる。うん、バッチ集めじゃなくて、クリスタル集めなんだな。バッチ、この技じゃねえのかよ。うわ、弱し弱え。ちょっと待って、弱し弱え、マジで。Z アクアリングって何？Lボタン押せろよ。防御がアップする。あー、アクアリングの効果プラス防御アップか。スーパーアクアトルネード。 L 押せてるの。威力 120Z パワーで大きな渦潮を作り、全力で相手を飲み込む。元になった技で威力が変わる。へえ、使ってみるか。炎の渦、さすがに効かないね。大丈夫、炎の渦をこのアクアトルネードで逆に消す。水水の Z ポーズなんか、手抜きじゃないか。いいのか、そんなんで Z 技打たせてもらっていいんすか。もっと、キュッて決めなくていいの。うわ、すげえ。やべえ。ポーズから想像できない。ポーズから想像できない技だったわ。とんでもねえ攻撃だ。塩水。耐えるかな。なんかダメージ耐えなそう、弱し。弱っ。ちょ、待って、弱しめっちゃ弱え。弱しめっちゃ弱え。俺、こんなやつ育てなきゃいけないの。ちょっと無理だ。これ、だって軍隊フォルムにならないとこいつ戦えねえよ、多分。どうやったら軍隊フォルムになるんだろう、あいつ。なんか、条件がわかんねえな。弱しめちゃ弱すなんだけど。なんだこいつ。はい、ルビー倒すのも一苦労で。ヤングースか。ちょっとこのまま倒すか、ヤングースは。アンソニーのヤングースはな、倒させていただくで。あ、二度蹴り打てばやった、普通に。まあいいや、地ならしで。素早さ削る。わあ、強い。急所か。すげえ、強え。普通に強いじゃん。
定義はしない、うん、かちょっと回復させに行きたいな。これ弱しどうやったら進化するんだろう。進化っていうかあのフォルムにどうやったらなるんだろうな、うん、それとも軍隊になるやつとならないやつで最初から決まってるとか、野生のポケモンだけしか軍隊になれないとか、なんかいろいろなあれがありそうだけど、ちょっと回復しに行くか、ごめん。